こんにちは、リッキーです。いきなりサービスショットで始まりましたが、今回はあの有名居酒屋に何十年ぶりかで行ってきたので、最後までご覧ください。というわけで湘南電車に乗っております。まずは東海道線のグリーン車で、崎陽軒のいなり寿司って売ってるんですね。いなり寿司とポケットシューマイを食べます。もちろんビールも一緒です。ふわっとジューシーでね、これシューマイ屋さんなのになんでいなり寿司美味しいんだろう。売ってない店舗もあるんでレアな商品です。そして戸塚駅で横須賀線に乗り換えて鎌倉方向へ向かいます。ダイヤが乱れていたので乗り換え時間ゼロです。さあ、こちらのグリーン車で 500ml 缶にカバーをかけます。上からポムポム叩いて装着するそうです。まあ、なんでこんなことしてるかっていうのはまあ聞かないでください。まあ休みの日だからね、昼間からお酒飲んだっていいじゃない。そうこうしている間に北鎌倉駅を通過します。北鎌倉駅は人が少なくていいですね。意外とこの辺も風光明媚なんですよ。ということで鎌倉駅へ到着しました。鎌倉自慢の一品なんかがこう陳列されていますね。鎌倉ハムとか、まあお肉からスイーツ、和菓子、いろんなものありますね。そして江ノ電駅に来ました。江ノ電駅内おしゃれですね。リンゴ飴屋さんとかあるし、鳩サブレ屋さんもありますね。鳩サブレ大好きです。こちらはビールですね。武士の休息だったり武士のなんちゃらってやつですね。結構高いです。そして江ノ電、インバウンドのお客さんが多いかなと思ったんですけれども、思ったほど平日は混んでなかったです。よかったです。鎌倉駅から2駅、いよいよ目的地、最初の目的地、由比ヶ浜駅に着きました。今日は友人の家族とまず由比ヶ浜で海水浴をします。魚が結構いました。これはヘダイかな。結構美味しい魚だそうです。ということで再生数を稼ぐために人妻のサービスショットです。カカー取られてるよ。強さを見せたいところだけども、どうしても海に入れないタマくんです。幸せそうなショットです。さあ、お昼ご飯を食べましょう。あの連戦にも乾杯。なんでや。由比ヶ浜の海の家はアジアン料理がとっても充実しております。これはフォーだったかな、美味しかったですよ。それからインドカレーも食べました。タイ料理がねとっても有名なんですけど、今回お腹いっぱいになっちゃってタイ料理食べられませんでした。スイカスムージーも飲んでます。海辺で飲むビールってほんと最高っすよね。さあ、波打ち際番長をプロレスラーが海に強制的に連れて行きます。半べそで逃げ帰りました。まあ可愛いね、まだ6歳だから。判決ですよ。海辺で遊ぶにはパラソルは絶対に必要です。いや、子育てってほんと大変なんだろうな。元気いっぱいだからな。おじさんは優雅にタイのビールを飲んでます。お子さんが乗り物好きなので江ノ島に向かいます。江ノ島から湘南モノレールに乗せてあげようっていうことです。5階から出発するんで富士山とかよく見えます。子供のはしゃぎを見ててください。子供は自由すぎるんで抑えるのが大変ですね。で、大船まで来たんで予約なしではまず入れない鳥系っていう名店にちょっともしかしてと思って行ってみたら、カウンターが開いてて入ることができました。鳥系さんです。もう20年ぶりぐらいです。もともと鶏肉屋さんなんですが、もうお魚とかね、鶏肉はもちろんですけど、お魚とか他のおつまみも美味しいんです。鳥系豆腐っていうのも有名です。もうお刺身ときたら日本酒いっちゃえ。鮎の塩焼きも食べました。これが鳥系豆腐です。おつまみに最高ですからね。もうみんなご満悦です。お味はね、言うまでもなく、お値段も安いんでね、大満足でした。骨せんべいまでやってくれます。久しぶりにライムサワーなんか飲んじゃって昭和な気分です。大変美味しゅうございました。ぜひ皆さん一度行かれてみてはいかがでしょうか。大船の商店街って市場みたいになってて楽しいですよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録、高評価、ポチッとよろしくお願いいたします。ありがとうございました。